君の警笛はとても特別だからね。貨車を乱暴に扱ってごめんよレニアス。でも僕と一緒に運ぶだろう。わかりました。そこをどいてくれ。昔々あるところにプロテウスという名の機関車がいたんだ。彼のランプはとても明るくて遥か遠くまで見渡せた。プロテウスはそれを魔法のランプと呼んだ。そしてそのランプを見つけた機関車には夢を叶えてあげるという約束をしたんだ。そのランプが近くにあると強い風が吹きつけてくるんだよ。なんか次にキーキーというきしむような音が聞こえてくる。そして最後にそのランプ自体がチカチカとついたり消えたりするんだ。君は本当に怖がりなんだねレニアス。僕には怖いものなんて一つもないよ。大変だ。一番勇敢な機関車だと思われたいのに、僕が一番勇敢だってことをみんなに見せつけてやるぞ。もし僕がこの急斜面を登っていったら、きっとみんな僕のことを勇敢だと思ってくれるぞ。みんな僕を見てくれ。イーホー。村はとっても寒いだろうな。それもこれも全部僕のせいだ。そうだ、この方法しかない。僕が自分で石炭を運ぶんだ。いや、僕はゆっくり確実に石炭を運ぶよ。みんなに勇敢だと思われるよりもこっちの方がずっと気持ちがいいや。気をつけて。僕の勝ちだ。僕たちは山で一番速い機関車さ。よーい、ドン。もう一度競争したいな。いいでしょう。怖くなったのかい。もっと早く、もっと早く、もっと早くだ。ああ、しまった、大変だ。レニアスが脱水しちゃった。谷に落ちてどこに行ったのかもわからない。僕たちはあなたに追いつこうと頑張ったんだけど、早すぎて無理だったよ。ズルをしたの。レニアスは迷子になって困ってるんだよ。こんにちは、トーマス。何か手伝おうか。え、ツリーって。それはツリーじゃないよトーマス。さっき君に言おうとしたんだけど、その荷物はパイプだよ。今朝ツリーを運んできたのはサーハンデルなんだ。きっと僕は本当に弱虫機関車なんだ。ごめんよラスティ、僕は弱虫機関車なんだ。だから僕は下を見ないで一気に渡るよ。ごめんよダンカン、僕は弱虫機関車なんだ。だから僕は波を立てないようにできるだけゆっくりと走るよ。大変だ。このままじゃレニアスにぶつかっちゃう。港で大きな音に驚いちゃったんだ。それで貨車たちに笑われたのに、今度は大きなへこみができちゃったよ。僕は弱虫機関車なんだ。弱虫機関車は役に立たない機関車だよ。そうだ、僕はラスティを助けたし、ダンカンやレニエスだって助けたんだ。僕はとっても勇敢な機関車なんだ。みんなこんにちは。僕はスカーロイ。僕は弱虫機関車なんかじゃない。今度僕に体当たりしてきたら僕も仕返ししてやるぞ。もうクタクタなんだ。一日中一生懸命働いてるのに、まだ石切り場から石を運ぶ仕事が残ってる。その後は石炭を乗り換え駅から港まで運ばなきゃいけないんだよ。僕の石炭の貨車が消えちゃったんだ。すぐに見つからなかったらミスターパーシバルにこのことを伝えなきゃいけない。本当になくなってたんです。僕を修理工場へ連れて行ける機関車がいないんだ。修理工場に行くのは好きじゃないんだ。確かに素敵だね。でも山の中にもお城はあるよ。とてもいい場所だけど、山にも緑の渓谷はあるよ。助けて。スカーロイが叫んだが手遅れだった。トーマス、素敵な場所だね。こんな景色は今まで一度も見たことがないよ。本当に最高の遠足だよ。大変です、嵐が来てます。彼らみたいに登るのは無理だ。怖すぎる。僕みたいな大きな体でも雷が怖いんだ。小さな羊たちはもっと怖いだろうな。
レニアスやピーターサムと一緒に羊たちを助けてみんなの役に立ちたいって思ったけど、僕は誰も助けてない。みんなをがっかりさせちゃった。雷が怖くて丘に登っていけなかったんだ。君たちが働くのを隠れて見てた。羊たちがまだ丘の上に残ってるのは僕のせいだ。だから僕が羊たちを運んでくるよ。僕って勇敢だったんだ。できないと思ってたけどちゃんとできたぞ。僕たちが手伝ってあげるよ。心配しないで。それとフロントガラスもだよ。もうクタクタだよ。カシャがとても重いんだ。次の仕事に遅れないといいけど。羊を積みに農場へ行くんだ。そして市場に運ぶんだよ。ありがとう。でもそんなにちゃんとやれる時間はあるのかい？次はこれから牛を運ぶんだ。変わるかい？勇敢なスカーロイというお話。スカーロイはソドー島の山の谷間を走るのが大好きだった。特にお気に入りの場所は山にある小さな村だ。でも冬の間、山の村はとても寒い。そのため機関車が村へ石炭を運ぶのはとても重要なことだった。家の中をポカポカに暖かくするためだ。ある朝、レニアスが空の貨車を急斜面の線路へと運んでいた。ウィンチが空っぽの貨車を引き上げ、同時に石炭を乗せた貨車を下ろしている。その石炭は島中の村へと運ばれていくのだ。レニアスはこの急斜面が怖かった。とても高いからだ。レニアスは自分の貨車を置くとそのまま急いで後ろに下がった。君は本当に怖がりなんだね、レニアス。僕には怖いものなんて一つもないよ。スカーロイは自分が世界で一番勇敢な機関車だと思っていた。その時、ウィンチの連結部が壊れてしまった。大変だ！スカーロイは一目散に逃げ出した。彼は止まっていたトーマスの横をバックのまま猛スピードで走り抜けた。線路を切り替えると貨車はそのまま走り抜けていったが、その先にはラスティがいた。大きな音で警笛を鳴らすと信号手がポイントを切り替えてくれた。すぐにミスター・パーシバルがやってきた。ラスティ、よく事故を防いでくれたな。君は本当に勇敢な機関車だ。ありがとうございます。ラスティが誇らしげに答えた。だがスカーロイは面白くなかった。一番勇敢な機関車だと思われたいのに、僕が一番勇敢だってことをみんなに見せつけてやるぞ。次の日、スカーロイは急斜面で貨車を押していた。どうしたら僕が一番勇敢だって証明できるかな。その時、スカーロイはあることを思いついた。もし僕がこの急斜面を登っていったら、きっとみんな僕のことを勇敢だと思ってくれるぞ。ウィンチとスカーロイの貨車が連結された。スカーロイもまだ連結されたままだったが、作業員たちにはそのことを黙っていた。ゆっくりとスカーロイは斜面を引っ張り上げられていく。ちょうどその時、急斜面にやってきたレニアスとダンカンは驚いて息を呑んだ。あそこにいるスカーロイを見てよ。すっげえ、まったく大したもんだぜ。ダンカンが声援を送り、レニアスも汽笛を鳴らした。スカーロイはとっても鼻が高かった。みんな僕を見てくれ。
ついにスカーロイは急斜面の頂上に到着した。僕が世界で一番勇敢な機関車だぞ。だがその時スカーロイの重さに耐えきれずウインチが壊れてしまった。イッホー！斜面を駆け下りながらスカーロイが叫んだ。だがその後も彼は止まることができなかった。スカーロイは乗り換え駅まで一気に走り抜けた。驚いているトーマスの横を駆け抜けて積もった雪の中へまっすぐに突っ込んでしまった。ミスター・パーシバルはカンカンに怒っていた。スカーロイ、君のせいでウインチが壊れてしまったぞ。こんなに寒いのに山の村に石炭を届けられなくなってしまったではないか。スカーロイはとても後悔した。村はとっても寒いだろうな。ああ、それもこれも全部僕のせいだ。その時スカーロイはあることを思いついた。そうだ、この方法しかない。僕が自分で石炭を運ぶんだ。スカーロイが急斜面の頂上に着くとレニアスとダンカンがウインチを修理する材料を持ってきていた。ウインチを使わずに石炭を積んで駆け下りる機会？ダンカンが興奮しながら聞いた。もしできたら本当に勇敢だね。スカーロイはダンカンやレニアスに自分がどれだけ勇敢か見せたかった。でも彼は山の村のことを考えてきっぱり言った。いや、僕はゆっくり確実に石炭を運ぶよ。こうして彼はゆっくりと慎重に急な坂道を下り始めた。彼が一生懸命働いている姿を誰も見ていないし、誰も汽笛を鳴らしたりしてくれない。でもそんなことは関係なかった。大事なことは石炭を村へ届けることだ。スカーロイが村の駅に着いた頃にはすっかり遅くなっていたが、村の人たちはスカーロイを見ると大喜びし、そして家を温めるための石炭が運ばれてきたことにとても満足していた。彼らは何度も何度も歓声を上げた。スカーロイはとても誇らしくて少し車軸がくすぐったかった。みんなに勇敢だと思われるよりもこっちの方がずっと気持ちがいいや。本当にその通りだった。勇敢なスカーロイというお話でした。弱虫機関車というお話。スカーロイは明るくて小さな機関車だ。彼は自分のお気に入りの場所を走るのが大好きだった。大きな青く澄んだ湖や空高くそびえる橋を渡るのが大好きだ。山にはスカーロイのお気に入りの場所がたくさんあった。スカーロイは時々港へ行くこともある。でもそこはお気に入りの場所ではなかった。スカーロイは港がうるさい場所だと思っていたからだ。ここでは自分がとても小さくなったように思えるし、友達もいなかった。ある日スカーロイは小麦を乗せた貨車を引いて港へとやってきた。彼は誰にも挨拶をしなかったし、誰も彼に挨拶をしてくれなかった。その時いたずら貨車たちがいたずらをし始めた。貨車たちは笑いながらスカーロイに体当たりした。押せ押せ。ちょうどその時クレーンのパイプが大きな音を立てて落ちてきた。スカーロイはびっくりして飛び上がり、貨車を車止めにぶつけてしまった。小麦が撒き散らされる。クレーンに驚いて貨車をひっくり返すとはね。やれやれ、弱虫な機関車だな。スカーロイは今まで以上に自分が小さく思えてしょんぼりした。ジェームスはからかってるだけだよ。トーマスが慰めると、弱虫機関車、弱虫機関車。
貨車たちが冷やかす。もう戻ってくるな。きっと僕は本当に弱虫機関車なんだ。スカーロイはそうつぶやいて走り出した。スカーロイにはその後、ソドー島で一番の牛を港へ運ぶ仕事が待っていた。彼はとても不安だった。スカーロイが古い橋へやってくると、ラスティが反対側で止まっていた。ラスティは高いところにあるこの橋を渡るのが怖くて仕方なかった。どうしたらいいと思う、スカーロイ？ごめんよラスティ、僕は弱虫機関車なんだ。だから僕は下を見ないで一気に渡るよ。スカーロイは無事に橋を渡り終えた。そうか、ありがとうスカーロイ。同じようにラスティも無事に橋を渡ることができた。次にスカーロイは地面のくぼんでいるところでダンカンに会った。小川の土手が崩れて線路が水浸しになっている。このまま進んだら釜に水が入って動けなくなっちまうかもしれないぜ。どうする？ごめんよダンカン、僕は弱虫機関車なんだ。だから僕は波を立てないようにできるだけゆっくりと走るよ。スカーロイはゆっくりと進み、すぐに反対側へとたどり着いた。ダンカンも同じように走った。ありがとうよ。その言葉も聞かずスカーロイは走り去っていた。スカーロイは港に近づいていた。その時問題が起きた。森の材木工場で崩れた材木がゴロゴロと斜面を転がってきたのだ。そこへレニアスが反対側から走ってきていた。大変だ、このままじゃレニアスにぶつかっちゃう。スカーロイは汽笛を鳴らし大きな声を出したが、レニアスには聞こえていない。そこでスカーロイは猛スピードで走り出した。ドスンという大きな音を立てて材木がスカーロイにぶつかった。スカーロイの車体は大きくへこみ、牛が大きな鳴き声を上げたが、幸い怪我人はいなかった。レニアスは助けてもらって嬉しかった。だがスカーロイは悲しそうな顔をしている。一体どうしたんだいスカーロイ？港で大きな音に驚いちゃったんだ。それで貨車たちに笑われたのに、今度は大きなへこみができちゃったよ。僕は弱虫機関車なんだ。弱虫機関車は役に立たない機関車だよ。レニアスはこれを聞いて驚いた。でも君は今僕のことを助けてくれたじゃないか。ラスティが橋を渡るのを手伝ったり、ダンカンに水たまりの渡り方を教えたそうじゃないか。君は僕が知ってる中で一番勇敢な機関車だよ。それでもスカーロイは自分が勇敢だとは思えなかった。彼は港に行くのが不安で仕方がなかったのだ。スカーロイが港に着くと、そこは相変わらず広くてうるさい場所だった。その時レニアスの言った言葉を思い出した。そうだ、僕はラスティを助けたし、ダンカンやレニアスだって助けたんだ。僕はとっても勇敢な機関車なんだ。スカーロイは大きく息を吸い込んだ。みんなこんにちは、僕はスカーロイ。驚いたことに作業員たちが揃って返事をしてきた。いやスカーロイ、こんにちは。スカーロイはとっても嬉しくなった。その時いたずら貨車がまた彼を冷やかした。おい見てみろよ、またまた弱虫機関車が線路に入ってきたぞ。これを聞いてスカーロイは怒った。僕は弱虫機関車なんかじゃない。今度僕に体当たりしてきたら僕も仕返ししてやるぞ。うわ、貨車たちは驚いてその場から動けなくなってしまった。スカーロイの運んでいた牛が無事に降ろされた。ジェームズもすっかり感心している。すごいじゃないかスカーロイ。そうだよ、君は本当に役に立つ機関車だね。スカーロイは鼻が高かった。とても嬉しくて
今までよりずっと勇敢になった気分だった。こうしてたくさんの友達にも認められ、スカーロイの大好きな場所がまた一つ増えた。弱虫機関車というお話でした。トーマスとスカーロイの遠足というお話。ソドー島のある晴れた夏の日、トーマスは乗客を乗せて海へと走っていた。夏の間、トーマスは毎日のように海へ行くのが仕事だった。ある朝、トップハムハット卿がトーマスに会いに来た。トーマス、君に特別な仕事を任せよう。パイプを港へ運んでくれたまえ。トーマスは喜んだ。港へ行く途中には素敵な場所がたくさんあるのだ。まずはロッホ城の横を通る。それからシェン渓谷を走り抜ける。最後にゴードンの丘の頂上から素晴らしい景色を眺める。港へ到着したトーマスはスカーロイが泊まっているのを見つけた。スカーロイはとても悲しそうだった。故障で動けなくなっていたのだ。僕を修理工場へ連れて行ける機関車がいないんだ。それなら僕が連れて行ってあげるよ。お願いします。僕にスカーロイを修理工場まで運ばせてください。だがスカーロイはとても重いぞ。大丈夫です。一生懸命引っ張ります。それに他の仕事はもう終わっています。いいだろう。だが寄り道をしないようにするんだぞ。ミスター・パーシバルが言った。わかりました。それと連結器が古くなっているから気をつけて走るんだよ。こうしてスカーロイが貨車に乗せられた。スカーロイは気が重かった。修理工場に行くのは好きじゃないんだ。トーマスはスカーロイを元気づけようと思った。途中で僕が素敵な場所を見せてあげるよ。山にはない景色がたくさんあるんだ。今日は君の遠足だ。こうしてトーマスはスカーロイを連れて慎重に走り出した。だが彼は修理工場へまっすぐ向かわなかった。牧場や森の中を走り抜ける。そしてたどり着いたのはロッホ城だった。さあ着いた。ここだよ。とっても素敵でしょ。確かに素敵だね。でも山の中にもお城はあるよ。それじゃあ次はシェン渓谷へ連れて行ってあげるよ。シェン渓谷へやってきたトーマスは、きれいな花が咲く野原を抜け、緑の草原の中を走った。ここはどうだい？とてもいい場所だけど、山にも緑の渓谷はあるよ。トーマスはがっかりして、どうすればスカーロイが喜ぶ遠足にできるか考えた。彼はスカーロイが今まで見たことのないものを見せたかった。わかったぞ。それじゃあゴードンの丘からの景色を見せてあげるよ。トーマスは力いっぱいゴードンの丘を登った。スカーロイは本当に重かった。古くなった連結器がギシギシと音を立ててきしむ。それでもトーマスは力の限りスカーロイを引っ張った。だがそこで問題が起きた。丘の頂上にたどり着いたその時、連結器が外れてしまったのだ。スカーロイは猛スピードで坂を滑り落ちていく。助けてー！スカーロイが叫んだが手遅れだった。ああ、
スカーロイを乗せた貨車は側線へ入り脱線してしまったのだ。あ、大変だ。ミスターパーシバルは寄り道をしないようにって言ってたのに、遠足へ行こうなんて思った僕が行けなかったんだ。全部僕のせいだ。トーマスはすっかり落ち込んでしまった。機関士が再び貨車を連結させた。トーマスは慎重にスカーロイの乗った貨車を線路へ引き上げた。そして今度はまっすぐに修理工場へ向かった。トーマスはもう寄り道をしようとはしなかった。この仕事を終わらせるためできる限り早く走った。修理工場へ行く一番の近道は海辺の線路だった。途中の信号でトーマスは停車した。スカーロイは目の前に広がる海と砂浜を見つめた。子供たちが砂のお城を作ったり、ロバに乗ったり、アイスクリームを食べたりしてとても楽しそうな光景だった。スカーロイは興奮してウキウキしている。トーマス、素敵な場所だね。こんな景色は今まで一度も見たことがないよ。トーマスは驚くと同時にとても嬉しかった。彼は喜んで言った。僕は毎日のように海を見てるんだよ。トーマスはスカーロイを無事に修理工場へ送り届けた。修理が終わるまで待ってるよ。ありがとうトーマス。修理が終わり、トーマスはもう一度スカーロイに海を見せてあげることにした。本当に最高の遠足だよ。それを聞いてトーマスはとても嬉しかった。トーマスとスカーロイの遠足というお話でした。嵐の中のスカーロイというお話。ソドー島の夏、スカーロイのお気に入りの場所は小高い丘だ。花が咲き乱れ、森が息づき、草原にはたくさんの羊たちがいる。スカーロイに手を振る羊飼いもいる。でも冬になると丘の様子は全く変わってしまう。雨が降り、風が吹き、時々ひどい嵐になる。ある雨の日、スカーロイは石材を乗せた貨車を運んでいた。彼は前の方に羊飼いのおじさんがいるのを見つけた。緊急事態なんだ。大きな嵐が来てる。羊を丘の下に運ばなくてはならん。みんなで手伝ってくれないか。すぐに手助けしたいと思ったスカーロイは急いで車庫へ戻った。この緊急事態を他の機関車たちに知らせなければならない。スカーロイが車庫に着くと、そこにはレニアスとピーターサムがいた。そしてミスターパーシバルも。大変です、嵐が来てます。まず貨車を集めて丘の上まで行くんだ。そして羊を乗せて安全運転で羊飼いのもとに届けなさい。わかりました。レニアスとピーターサムは待ちきれない気持ちだった。スカーロイが貨車を外しているその時、ピカッと稲妻が光り、雷がゴロゴロとなった。スカーロイは稲妻と雷の音が怖かったが、他のみんなには言えなかった。弱虫と思われたくなかったのだ。レニアスとピーターサムは勇敢に汽笛を鳴らし、貨車を集めに出発した。スカーロイもできるだけ一生懸命に汽笛を鳴らしたが、とても勇敢とは言えなかった。機関車たちは丘の下に到着した。その時、さっきよりも大きい雷が鳴った。スカーロイの車輪がぐらついた。とても怖かったのだ。よし、出発だ。レニアスが勇敢に丘を登っていく。僕も行くぞ。ピーター・サムもレニアスに続いて出発した。
スカーロイは彼らが嵐の中に消えていくのをただ見ていた。彼は自分が勇敢にはなれないと思った。彼らみたいに登るのは無理だ、怖すぎる。スカーロイは悲しげに煙を吐き、側線に戻って隠れることにした。彼はじっとそこで待った。誰にもバレないようにと思った。レニアスとピーターサムが丘から降りてくる。貨車は羊たちでいっぱいだ。スカーロイは羊飼いが羊を貨車から降ろすのを見ていた。ピーターサムとレニアスは嵐の中再び丘を登っていく。とても勇敢だった。スカーロイは彼らに悪いと思ったが、やはり怖くてそのまま隠れていた。ピーターサムとレニアスは一生懸命働いた。彼らは丘を往復して羊たちを丘の下へと運んだ。その時問題が起こった。ピーターサムとレニアスは丘を何度も往復したので石炭がなくなってしまったのだ。丘の上にはまだ羊たちが残っているのに、どうしたらいいんだろうな。スカーロイはその様子を見ていた。彼らはとても疲れ、そして悲しそうだった。スカーロイは羊飼いにも目を向けた。誰もが羊たちを心配していた。僕みたいな大きな体でも雷が怖いんだ。小さな羊たちはもっと怖いだろうな。レニアスやピーターサムと一緒に羊たちを助けてみんなの役に立ちたいって思ったけど、僕は誰も助けてない。みんなをがっかりさせちゃった。スカーロイは悲しい気持ちになった。そして彼は隠れていた場所からゆっくりと出ていった。レニアスとピーターサムは彼を見つけて喜んだ。君も羊たちをたくさん運んだかい？ずっと会わなかったけどどうしたの？スカーロイは今までのことを全部話した。雷が怖くて丘に登っていけなかったんだ。君たちが働くのを隠れて見てた。羊たちがまだ丘の上に残ってるのは僕のせいだ。だから僕が羊たちを運んでくるよ。稲妻がまたピカッと光り、雷がゴロゴロとなった。でももうスカーロイには聞こえていない。彼は力いっぱいピストンを動かし、勇敢に丘を登っていった。稲妻はスカーロイの近くで光り、雷がゴロゴロになった。でもスカーロイは怖くなかった。羊たちを集めて安全に丘の下まで運ぶことだけを考えていた。スカーロイが丘の上に到着すると羊飼いたちが待っていた。彼らはスカーロイを見て嬉しそうだった。すぐに羊たちは貨車に乗せられ、スカーロイは丘を下っていった。とても大変な仕事だったが、スカーロイは諦めなかった。羊たちを運び終えるまでスカーロイは何度も往復した。彼はとても嬉しかった。僕って勇敢だったんだ。そして最後は誇らしげに丘を下った。レニアスとピーターサムは丘の下でスカーロイを待っていた。よくやったぞ。彼らもスカーロイの姿を見てとても嬉しそうだった。君のことを誇りに思うよ。スカーロイ、本当にありがとう。スカーロイは笑顔になった。できないと思ってたけどちゃんとできたぞ。またもや稲妻が光り、雷がゴロゴロと鳴る。でもスカーロイは自分が島で今一番幸せな機関車だと思った。嵐の中のスカーロイというお話でした。